おはようございます。今朝は4月6日、9時59分ですね。というところで、今日は土曜日の朝です。さっき起きましたが、まあ、ちょっとやることいろいろあるんですけど、まあ、どうしようかなと思いながらですね、まあ、ちょっとタケノコを掘りに行こうかなとか、まあ、そんなことも考えているんですけども、まあ、とりあえずはですね、まあ、腕が少し痛いので、痛いというか、なんか朝起きたら大体こうストレッチみたいなことをですね、寝ながらやってて、まあそれで、まあちょっと落ち着いてはいるんですけど、なんとなくこう今までみたいにですね、ちょっと対処のしようがないっていう感じではなくなってきたんで、まあそのあたりは少しずつこうリハビリするみたいな、そういうイメージではあるんですけど、まあちょっとこう腕がちょっとこうあまり良くないかなという、そんな感じですね。まあそんなわけで、今日もちょっと一日いろいろやることやっていこうかなと思っております。おはようございます。今朝は4月8日の月曜日、朝10時42分ですね。はい、ということで、まあ一応10時になっております。10時過ぎてますけど、一応朝から動画のコメントを返しておりましたというところですね。で、まあ、今はですね、ちょっと降りてきて、まあ、金魚のことでちょっとコメントいただいてたんで、その動画をちょっと今からやろうかなと思って降りてきました。まあ、金魚のシステム説明ですね。今まで、こちらの方をですね、やってきて、日々、今何を考えてますよみたいなお伝えしてまいりましたけど、まあ、一応ですね、これについての質問いただいてたんで、それを答えようかなと思ったところですね。で、あとはまあ今日は動画を作って、外雨ですから、まあ、外には出れないんで、まあ、動画作りと、あと今音楽関係の配信をちょっといろいろ設備を整えたりしてるんで、そんなのをやろうかなと思っております。はい、ということでやってまいりたいと思います。はい、ただいま4月9日の夕方6時20分ですね。もうちょっと夕方になってしまいまして、ちょっと間も空いてしまいましたが、まあ、いろいろとですね、やっておりましたというところです。まあ、特に動画作りをですね、結構やってました。ラジオを撮っていましたんで、まあ、大体自分の主張をですね、今結構明確にまとまっている段階ではありますが、はい、まあ、近所たちは元気というところですね。はい、ということで、まあ、また明日というところです。はい、ただいま4月10日水曜日の夜の6時半ですね。今朝はちょっと朝からアルバイトをしてきまして、今帰ってきましたというところです。はい、疲れましたというところですね。昨日はちょっとライブ配信をテストでやってですね、なかなかうまくいったんですけど、あとは、まあ、本番を一応予定では金曜日ぐらいを予定して考えているので、まあ、ちょっと今からその準備をしながらですね、なんかしようかなと思っているところですね。はい、というところで、金魚たちは元気ですというところですね。おはようございます。今朝は4月11日朝8時49分ですね。はい、ということで、今から、山にですね、ちょっと行こうかなと思っております。ということです。結構寒いといえば寒いですね。一応温度は15度になってますが、肌寒い感じです。外はかなり明るいんですが、少し雲が出ています。金魚たちは橋の下にお腹隠れてますね。その他、今元気しておりますね、というところです。はい、ということです。風っぽいといえば風っぽいんですけど、まあ大丈夫かなと。あと腕とか足とか、昨日1日、外仕事をしてたんで、ちょっとこう筋肉痛はあるんですけど、まあ、腕のしびれとかはだいぶ落ち着いてるかなと、まあ、そんな感じですね。はい、それでは行ってまいりたいと思います。おはようございます。今朝は4月12日金曜日の朝7時8分ですね。今日もちょっとアルバイトがあるんで、それに行っていきたいと思います。それでは行ってまいります。はい、ただいま4月の12日の夕方6時18分です。今日ちょっとまたですね、床にすごい水がこぼれてるんでないかと思えばですね、こちらの排水口の部分にピンポンパールが詰まっていてですね、まあなんとか、まあ泳いではいるんで、生きてはいるんですけど、
ちょっとこうずっと押し付けられてたみたいで、体がちょっとこうぐにゃっとなってるんですけど、まあなんとか持ち直してほしいところですね。まあちょっと、まあ、帰ってきて、まあ水のこぼれ具合からしてですね、結構こぼれてるんで、ずっと引っ詰まってたのかなという感じなんですよね。まあ、こうやってやっぱりちょこちょこ見てあげないと、危ないです。はい、ということで、まあ、今日は一日ですね、アルバイトに行ってきまして、で今からちょっと明日の音楽ライブの練習を、まあ、最終調整をしようかなと思っているところです。ちょっとピンポンパール君がちょっとかわいそうですけど、まあ、元気になってほしいかなと。あとまあ体調はかなりいいですね。非常に良くなりました。一時期本当に悪かったのがだいぶ落ち着いてきたかなという感じですね。はい、ということで練習に行きたいと思います。おはようございます。今朝は4月13日の朝8時46分ですね。はい、ということで今からちょっとタケノコを掘りに行こうかなと思っておりますよというところです。それでは行ってまいります。はい、ただいま4月13日土曜日夕方5時28分ですね。今日ですね、金魚の水槽を少し入れ替えをしました。冬が終わってもう春先というところなんでですね、そろそろ亀くんを移動させようかなと思って、でついでに水槽もきれいにしましたということで、ピンポンパールをこちらに移動させました。であと露材を洗って、ろ過装置も洗って、で、水槽の中の苔を落として、でこちらのザルマリウキンの方の、露材もですね、ちょっと久しぶりにきれいにしましたというところですね。この上部露材なんですけど、上部装置なんですけど、あんまり中身全部きれいにする必要はなくてですね、一番上の露材だけある程度きれいにして、で下の白い方のやつもですね、結構糞汚れがあるといえばあるんですけど、あんまりきれいにしてしまわなくてもいいかなと思ってます。ある程度ですね、少し糞が残った状態でそのまんまでも特に問題はないかなと思っていて、でこっちの緑色の蓋のですね、この下にはバクテリア用の石というか材が入ってるんですけど、それももう1年以上そのまんま でパッと見た感じそんなに汚くないんで、もうそのまんまという感じですね。まあ、なるべく掃除を楽にしてですね、定期的にちょこちょこやっていくのが大事かなと。で今回は少し、多めの掃除をしましたという感じですね。でカメ君をこっちにやって、ピンポンパール3匹をこっちに移動させましたということで、まあ冬になりましたね、冬も終わりましたねというところです。で、ヒーターもうカメ君のやつを入れてたやつがですね、もう壊れてました。日本製だけど、まあ、壊れてたんで、まあ1年、まあ、2年で実質ずっと使ってたわけじゃないんですけど、まあ、稼働、まあ、約1年ぐらいで壊れたかなという感じなんで、まあ、そんなもんですよという話ですから、まあ、しょうがないかなというところですね。でこっちのオレンジのやつ、こっちの、昔のやつもですね、ちゃんと稼働してるかというと、まあ、今スイッチが入ってないんですけど、まあ、今温度がそんな高く低くないんでですね、入ってないかなとは思うんですが、まあ、壊れるかもしれないですねというところでした。はい、ということで一応水替えまで終わりましたというところです。今日は第1回目のストリートミュージシャンライブが、7時半から予定になってますんで、まあ、今ちょっと練習したり、口ずさんだりしてるというところですね。まあ、第1回目なんでですね、正直まあまあ緊張してるんですけど、まあ、しっかり準備してきましたんで、楽しいものになるといいなと思っているところですね。はい、ということで、ライブ頑張ってまいりたいと思います。はい、ただいま4月13日の11時2分ですね。今日の第1回のですね、ライブ配信はまあちょっと最後に失敗してしまったんで、それが心残りではあるんですが、まあなんとか合格点という感じで一応一通り終えることができたかなと思います。同時接続は40名と、まあ、ちょっと思ったよりかはちょっと少なかったんですけど、まあでもアーカイブとかも残って、見ていただけるかなと思いますので、まあ、最初はそんなものかなというところですね。やっぱり継続してずっと続けていくっていうことが、まあ、大事かと思いますが、まあ、そのあたりも、まあ、様子を見ながらですね、ライブ配信を、まあ、定期的にやっていこうかなと思っているところですね。はい、そして、まあ、今ですね、したらまた水が漏れていてですね、まあ、どうしたことかなと思ってみたら、
ピンポンパールがここに詰まって、動けなくなっていたっていう対策をしていてですね、中にスポンジを詰めてたんですけど、スポンジが、まあ、ちょっとこう水の通りを悪くしてたみたいで、水がかなり溜まっていましたということで溢れてました。はい、ということでした。さあ今日は一日結構疲れましたんで、また明日朝、早くからですね、スポーツのイベントがあるんで、まあ、多分グランドゴルフだと思っているんですが、まあ、それをしに明日朝から出かけたいと思います。それでは、今日は寝ようかなと思います。おはようございます。今朝は4月14日朝7時30分です。日曜日ですね。今からちょっと、今日はまあ、グランドゴルフ大会というのがあるんで、それに行ってまいりたいと思います。昼からはタケノコを掘りにちょっと行って、夕方は対談と。今日はちょっと忙しいですね。はい、行ってまいります。